それでは経済学部の模擬講義を始めたいと思います。学部教育専門委員の高柳と申します。よろしくお願いいたします。まずですね、授業の紹介の前にですね、本学で学ぶ経済学とは何か、また人文社会科学のですね、特徴について少しご紹介したいと思います。まずですね、一橋大学は1875年創立の、我が国最も伝統のある社会科学の総合大学になります。じゃあここでその人文社会科学とは何かということなんですけども、人々の営みや生活に関わる事象をですね、総合的に把握する学問になります。具体的にはですね、歴史学や哲学、社会学、今日お話しする経済学、政治学、等々、あります。その人々の生活にですね、関わる、あらゆる事象をですね、さまざまな角度から分析して、その意味を、明らかにしているものです。で、理系なのですね、自然科学の違いなんですけども、今お話したようにそれぞれのですね、研究分野によって、いろんな、見方があります。ある事象を分析すればですね、立場によって、評価を断ることも、ありますし、またですね、人間であったり、国家や企業といったですね、主体がですね、登場するというところも特徴かなというふうに挙げられます。ではですね、経済学を考えていきたいんですけども、それを何かを考える前に、じゃあ経済とは、どのようなイメージを持たれますでしょうか。私の授業でですね、1年生によく経済ってどんなイメージでしょうかっていうふうに聞くんですけども、大体、いろんな答えが出ますけども、多くが、どういう答えかと言いますと、例えば金融とかですね、財政、あと貨幣といったようなですね、イメージをする方が結構多いのかなと思います。多分これはですね、皆さんが中学高校で勉強してきた日本史ですとか、現代社会政治経済っていう授業でですね、多分経済をですね、そういった、お金の、かかるようなイメージで、勉強している、そんな影響があるかもしれません。じゃあですね、経済とはどういうものなのか、一応辞書で定義を見てみましょう。2つ挙げられてまして、1つはですね、国を治め、民を救済すること、慶国財民、慶政財民の、略になります。これは国をですね、安定的に、維持してですね、人々の生活をですね、保障じゃないですけども、支える、そんなような意味があります。でもう一つがですね、人間のですね、生活を維持発展させるためのさまざまな物質のですね、生産や分配、消費といった活動です。そしてそれに関するですね、施策および、社会関係が含まれてきます。言い換えますと、経済とはですね、人々の生活を安定的により良く収めるという意味とともにですね、私たちが生きていく上で行うさまざまな活動すべてを指しているわけですね。なので決してお金のに関わることだけじゃないというところがポイントです。じゃあですね、経済学とはどういう学問かといいますと、本学のホームページはこのように定義をさせていただいています。経済学とは厳密な理論体系と実証分析の方法によって、個人の日常のさまざまな意思決定から企業の戦略、政府の政策の立案まで、いくつかの選択肢から一定の制約条件の下で何が最も望ましい選択なのかを考える、判断基準を与えてくれる学問というふうな形です。言い換えますと、世の中をより良くするために、何がその必要で、そのためにですね、どのような人々が何をすべきかすべきじゃないかを考える、そんなような 学問と思ってください。でこうしたですね、経済学の役割というのはですね、それぞれの経済社会ですね、例えばその私たち消費者や労働者といったような個人、またはその家計ですね、あとはそのサービスを供給したり、提供してもらう企業、さまざまな施策を行うですね、国、政府ですね、そういったものたちがですね、どのように行動するのか、その個々のですね、行動がどういうふうに関係、影響し合って、その結果として何を もたらしていくのか、そしてですね、実際に今何が起きているかということをですね、分析すること自体がですね、非常に重要なことになっています。こうしたですね、経済学の知見を利用してですね、さまざまな問題をですね、解決に導いていくわけですけども、今日もその日本だけじゃなくてですね、世界には解決すべき問題やですね、克服すべき課題というのは非常に多いと思います。ここに挙げていますように、失業問題や貧困問題、環境問題、あと金融危機の対応、また最近では物価上昇の問題もありますよね。こういったですね、問題を認識するとともにですね、その解決を目指す必要があるわけです。
で、経済学をですね、学ぶことでですね、まあ、こうした問題を、まあ、その解決する際に、まあ、その判断、評価のですね、基準っていうものですね、またその方法というものを、まあ、見つけることができるというふうに考えています。まあ、4年間ですね、まあ、この経済学部で学ぶことでですね、まあ、この経済に対する、まあ、見識とですね、幅広い教養を備えた人物に、まあ、なってほしいと考えておりますし、まあ、そういった、学生をですね、育てたいと、まあ、我々は思っています。ではですね、まあ、簡単にですね、経済学部の学習内容をちょっとお話ししたいと思うんですけども、まあ、経済学部では授業にですね、番号がついていまして、100番から、まあ、400番台という形でですね、導入から発展まで、こう難易度に従って番号をついています。で、その中で重要なのはですね、100番台といいまして、皆さんがこれまで高校で勉強してきた、ところからですね、大学に、まあ、こうどうつなげていくのかという、科目でですね、3つの軸を、用意しています。1つがですね、経済学入門。2つ目が統計学入門で、3つ目が経済史入門です。今日の授業はですね、この経済史入門の一部を、紹介していきたいと思っています。まあ、ここでですね、しっかりですね、こう高校からもう知識をですね、踏まえた上での導入科目を勉強したしていただいた上でですね、まあ、200番300番という形で具体的な科目に入っていきます。まあ、ここで例えば金融とかですね、環境経済とかいった形でそういったまあ具体的なものでですね、勉強してもらうようになっていきます。じゃあですね、今日これからお話しますこの導入科目の経済史入門ですけども、経済学入門、統計学入門、経済史入門、実はその学ではなくて経済史には史という字がついています。まあ、これ実は学問と性格に特徴があるんですね。じゃあその経済史とは何かということをですね、簡単にご紹介すると、まあ、経済史とはですね、まあ、経済活動の遠隔史、また経済生活の発展過程というものをですね、歴史的に研究する経済学の一部門になります。まあ、言い換えますと、その経済史とは人々の営みやですね、社会のありように注目していく歴史学と経済学の狭間の学問になります。まあ、そういったまあ経済のですね、歴史的事実を通じてですね、経済や社会の歴史的展開の意味をまあ学ぶ学問になります。まあ、その経済学では例えばミクロやマクロといったまあ理論ですね、また歴史学では社会史や文化史といったところとも非常に密接な関係があって、ちょっとこう中間領域のような学問になっています。ではですね、なんで経済学に歴史あるのかということをまあよく聞かれますので、簡単にご紹介したいと思います。まあ一つ私が考えていることをお話したいんですけども、まあ、現在ですね、世界の経済というのはコロナの問題ですとか、まあ、戦乱や環境破壊といったまあ問題へまあ山積していますよね。で、私たち住むまあ社会がですね、こういったまあ、抱えている問題をですね、解明することと同時に、今後 どういう展望をまあ切り開いていくのかっていうのは重要になってきます。そのためにはですね、やはり現状をまあ把握する必要っていうのがありますし、それが重要ですけども、なかなかまあ難しいです。それはですね、やはり現状というのは日々刻々と変化しています。明日起きることって分かりませんので、そういったこともありますし、また今を生きている僕たちにとってみるとですね、当事者という問題もあります。その当事者のバイアスがかかってますので、いろいろとこう物事を見るときにはこう相対化しづらい点があるんですね。で、その点ですね、歴史をですね、踏まえていくとですね、そういった形でですね、今を相対化できる、まあ、そういうふうに考えています。ですので、まあ、歴史をですね、勉強する意味としてはですね、まあ、今を知るためのまあ歴史というふうに考えていただければいいかなというふうに思っています。ではですね、今日のですね、模擬講義ではですね、具体的にどういうことを、お話ししたいかというとですね、今日は経済とですね、環境、資源との関わりについて、まあ、焦点を当てたいと思っています。具体的にはですね、江戸時代における経済発展と、まあ、自然環境との関係について紹介をしていきたいと思います。現在ですね、まあ、その、まあ、身近なものですね、まあ、例えばペットボトルの再利用ですとか、そういったところから地球規模の温暖化の問題まで、さまざまなこの環境問題に我々は直面しています。で、これまでその経済発展のありようをですね、議論する際には、その環境や資源といった関わり、まあ、相互の関係や影響ですね、まあ、特にそういった点は重視されてきませんでした。しかしながらですね、現実の環境問題をですね、解決する、まあ、上ではですね、こういった経済発展と環境、資源との関わりっていうのを、まあ、考察することが非常に重要になってきます。で、今日はですね、そういったその環境、資源というか、まあ、関わりの視点からですね、江戸時代の、まあ、日本の経済発展の、まあ、歴史を、まあ、振り返っていこうというふうに思います。ではですね、江戸時代の経済社会、皆さんどういうイメージを持っていらっしゃいますかね。
まあ、よくですね言われるのは、例えば江戸の町のですね運営において、例えばその資源の再利用であったりとか、あと信用処理の循環というものが存在しています。あの江戸の人が出した信用をですね郊外に持ってって野菜作りに使って、また野菜を食べてっていう繰り返す、まあ、今日の下水のようなものがない時代の仕組みですよね。でなので、まあ、エコな社会っていうイメージを持つことが結構あるかなと思います。まあ、実際その環境に優しい社会であったり、自然と共存してたっていうですね言説がかなりこう見受けられます。ただですね、工業がまあ展開、まあ、進展せずにですね経済発展の限界があったんじゃないかということもまあ言えるかもしれません。一方でですね、明治代以降の日本はですね鉱工業がまあ発展をします。まあ、鉱山や重工業の発展ですね。でこういったまあ発展によって経済発展を実現するんですけども、一方で公害や環境破壊というものもまあ起きています。実際皆さんが学んできたものでいうと、例えば足尾銅山鉱毒事件というのが挙げられたりします。なのでこう自然と共存した江戸時代から、まあ、そう開発が進展した明治時代というまあイメージもあるかもしれません。まあ、ですので、まあ、こうしたですねイメージがですね、まあ、正確なものなのかどうかも含めて、まあ、江戸時代のですね経済と、まあ、環境のですね様相をですねいくつかの課題に沿って、まあ、紹介していこうかなというふうに思います。でそこでですね以下の3つの論点を取り上げていきます。1つ目にですね、じゃあ江戸時代は本当に日本はどうだったのか、経済発展していたのかということです。あの今日ではあのこういった経済発展にし、指標としては GDP といったような指標が使われますけども、当然当時ありませんので、今日はですね江戸時代の人口、あと田畑の耕地面積、あとはこの米の生産高と、まあ、その概要からです、ね、確認いたします。2番目にですね、じゃあその経済と環境というのは、まあ、どういう関わりを持っていたのか、当時の経済の発展とですね、まあ、そういった開発が進展する中で、まあ、環境による制約というのはあったのかどうか。3つ目にですね、その環境に優しい、まあ、エコな社会かどうかということも確認したいと思います。まあ、現在日本の国土はですねあの森林の割合というのが3分の2を占めています。まあ、その現在の森林の姿というものがですね、まあ、江戸時代が変わっていないのか、まあ、それとも違った姿を見せていたのかをついて、まあ、見ていきたいというふうに思います。はい、それではですね江戸時代の経済発展について見ていきたいと思います。ご覧になっている表はですね江戸時代の、まあ、経済のですね、まあ、所領の推移をですね表したものになります。一番左のですね数字が西暦です。1600年、まあ、江戸時代が始まった頃からですね1872年明治時代が始まった頃のですね、まあ、約270年間の、ものです。順番に見ていきますけれども、一番左から人口ですね、その後耕地、次に実習国高、まあ、米の生産高と思ってください。でその横にですね N 分の R、N 分の Y、R 分の Y っていうのがありますが、これは1人当たりの耕地面積が N 分の R、1人当たりの生産高が N 分の Y、 あと土地の生産性を表しているものが R 分の Y という数字になっています。これをですね、まあ、ちょっと簡単に見ていただきたいと思います。一番左の人口をご覧ください。人口はですね江戸時代の初期、まあ、1200万人の人口がですね100年足らずでですね、まあ、2.5 倍の3000万人ぐらいまで増加をしています。一方で耕地面積はというと、耕地面積もですねだいたい1600年から100年間の間に 1.5 倍程度、生産高もですね 1.5 倍程度に増加をしていることが確認できます。ただですねその、隣のですね数字も見ていただくと、1人当たりのですね耕地面積とか生産高は少しこう減っていることが確認できるかなというふうに思います。でこうしたですね江戸時代のですね初期の前期のですね耕地やこういった人口状況からですね、この時代その17世紀のですね時代はですね人口や耕地が増加する一方で、一人当たりの生産量というのは少し減少していく時代で、こういった17世紀のですね経済発展の状況をですね、あの研究ではですね外源的な経済成長というふうに評価をしています。まあ、外源的というのは外側にこう広がっていく、量的にこう増えていく、そんなようなイメージを持っていただくといいのかなと思います。ではですねこの後の時代はどうなるのかということで確認しますと、江戸時代のですね中期から後期にかけて人口はですね3000万人前後で推移をしています。増えたり減ったりしている状況です。で耕地面積もですね多少は増えるんですけども、前期ほどは増えていません。ただ、生産高に関してはですね前期と同じようにですね 1.5 倍程度増加していることが確認できます。ですので N 分の Y の数字がですね、江戸時代の中期から後期にかけては急激に増加していることが確認できます。
で、こうしたですね、18世紀以降の日本経済ですけども、今お話しましたように耕地面積が増加しない、人口も増加しないという時代はですね、どっちかというと昔はですね、停滞したイメージで語られていました。こうあんまりこう発展しないんだなってイメージなんですね。ただですね、当然これは地域差が存在しています。人口が急減した地域もあれば、たくさん増えた地域もあったりします。で、ただ大事なのはですね、一人当たりの生産性が上昇しているんですね。これはですね、狭い土地にですね、たくさんの労働力とかですね、あと資本をですね、投下してですね、よりこの生産性を高めるっていう、努力をした時代というふうに考えてもらえばいいと思います。そういった時代をですね、こう内包的な経済成長というように評価をしています。で、こういった形でこう18世紀以降ですね、こう生産性が上がっていく中でよく指摘されますのは農業技術の進歩です。例えばですね、多収量、たくさん取れるですね、品種を栽培したりですね、またはこう効率を上げない農具を利用したりします。どこかで聞いたことあるかもしれませんけども、千箱機とかビッチューグアというものですね、稲刈りの時に使う千箱機であったり、あと、畑をですね、深く耕せるクワを使ってたくさん取るようにする。そして、最も重要なのがですね、金肥といって肥料を購入してですね、そこで、作物を育てるということを行います。またですね、そういったことを利用しながら作物もですね、米以外の例えば菜種とかですね、お茶、木綿、そういったですね、ものを栽培してですね、地域によっては特産物として奨励するような地域も出てきます。こういった形でですね、近世の前期はですね、どっちかというと量的なこう拡大をしていく社会で、中高期はですね、経済がですね、こう質的に拡大していくという評価をしている、そういったのが江戸時代の経済発展の状況です。じゃあですね、こういったですね、ところから環境と、環境資源と経済との関わりを見ていこうというところですけども、注目したいのはですね、金肥の利用の普及についてです。例えばその金肥、その購入資料ですけども、どんなものかというと、干しか、油かすといって、干した魚ですやですね、あとその油を取った菜種ですね、ああいったものをですね、土地にまくんですけども、こういったものを利用することで生産量を増大させて高く売れる作物を作ってるわけですよね。で、こういったものは大体こう生産量をですね、増大させる目的でやるっていうのが今までの、皆さん勉強してた話だと思いますけども、実はこれがですね、環境との関係で実は、ある点が指摘できます。ここに挙げてますように、この水本さんのですね、本を少し手がかりにしながらですね、資源と環境とのですね、視点をですね、組み込むと、ことにしたいと思います。じゃあですね、江戸時代の農業について少し、ご紹介したいと思うんですけれども、江戸時代の農業はですね、基本的には自給肥料というものを利用します。自分たちで山に行ってさまざまな草やですね、花を取ってきて、それをですね、田にまく、これ仮敷といいます。またはこう人糞尿といったそういったものを、尿ですね、のものを使うんですけれども、基本的にはこう山とかですね、林に行ってそこから供給を受けています。したがってですね、江戸時代農業というのはですね、田畑と山や林との関係というのが実は非常に重要になってきます。実際ですね、田畑を維持するためには、田畑1に対して山が10の面積が必要なんですね。したがってですね、山もですね、今日のような森林ばっかりじゃなくてですね、実はこう芝とかが生えた草山というものが必要になってきます。で、江戸時代のですね、全国の産地の景観というのはですね、今日のような森林ではなくて草山、芝山というのが広がっています。例えばですね、こういったですね、草山のイメージというのがあります。これは伊東市にある大室山という、有名な観光地なんですけども、ここをご覧になっている通りですね、全面芝になっています。こんなような山がですね、実は全国にいっぱい広がっています。またはこう、これもですね、たくさん取ってしまうとハゲ山になってしまいますが、そういった山がいっぱいある。で、こういった山ではですね、1年に1回野焼きといって、こう火をつけてこう新しい芽をですね、出すような形で工夫をしながら芝を管理しているわけですよね。ですので、そういった形でですね、江戸時代のですね、森林というのはこういった草山っていうのが基本で広がっています。なので、こう人々は農業を維持するためですね、やはりこう人為的に山とかにですね、働きかけをしています。ですので、江戸時代がこう自然に優しいとかいうことは実はちょっと一面では正しくなくてですね、やっぱりかなり開発を進めているわけですね。そういったことをですね、まず理解していただいた上でですね、その自給肥料の取得と、じゃあその耕地の開発の関係っていうものをですね、少し紹介したいと思います。2つ紹介したいんですけど、1つ目にですね、まずはですね、先ほどお話しましたように、耕地が非常にこう広がっていくんですけども、実はその
耕地開発と林との関係が非常に問題になってきます。まずですね、こう神殿となりうる場所っていうのがどんどん開発されてきます。そうしますと草や木を取るですね、林野までも開発をしてしまうんですね。したがってですね、畑の面積、田畑の面積が増大しても、実はその田畑の肥料を支える林野の面積が減少してしまうということになります。なのでそもそもこう自給肥料をですね、取れるような場所がなくなってしまう。したがってその自給肥料が減少したために、まあ、金肥の利用というものがこう進んでいくということになります。なのでこう開発が進展したことによって環境が変化する。でその環境の変化が実はその農業の在り方にこう大きく影響を与えてくるんですね。で2つ目にですね、災害との関係もあります。これ草山がですね進展するとですね、この大雨が降った時に実はこう山に保水力がありませんので水が全部流れてしまいます。例えばこう台風の時にですね、土砂災害ですとか堤防の決壊といった原因になったりします。実際ですね、まあ、河川の下流域にそういったこと被害が起きるんですね。で17世紀の後半以降ですね、その畿内地方、今の近畿地方ではですね、実際こういった洪水被害でですね、下流域の平野がですね、かなり大きく被害を受けるんです。で結果ですね、幕府がどうしたかと言いますと、こういった草山が原因だということで植林をしたり砂防林という形でですね、こう森林をこう作っていくわけですね。で草山のままではですね、洪水などの災害に対応できないということもあってですね、こういった草山への改変というものをですね、制限をしていくわけです。そうなってくると山から自給的な肥料というのを得ることは困難になっていきますよね。で結果ですね、近畿地方の多くのですね、地域では草山というものは実際減少します。で自給肥料の供給は困難ですので、ここの地方を中心にですね、金肥料というものが普及していくわけですよね。でじゃあそう肥料を買っていくとですね、当然その分のコストが上がってきます。その経営をですね、維持していくためにですね、採算が取れるように実はその田んぼからですね、商品作物に変わっていったっていう、そういう過程もあるわけです。ではですね、今お話しましたように最初に挙げた3つの論点をですね、まとめてみたいと思います。江戸時代のですね、日本はですね、経済発展をしていたのかということですけども、17世紀のですね、まあ、経済発展というものはですね、外縁的な、まあ、量的な拡大であった。そして18世紀以降はですね、こう質的な変化を遂げながら拡大したんだということです。2番目にですね、経済と環境との関わりですけども、その耕地開発のですね、進展でですね、こう林や山が減少していく、その田畑と山のバランスが崩れるというところの中でですね、自給肥料が得られなくなって、まあ、金肥を使うようになったということです。まあ、今その環境制約への対応としてですね、まあ、金肥のまあ利用と、まあ、商品作物の栽培というふうに変わっていったということです。そして3番目にですね、環境にまあ優しいエコな社会かということですけども、まあ、決してエコではないというところでしょうね。自然にまあ優しいってわけじゃなくてですね、自然の営みにまあ大きく依存をしていた社会であったというところです。まあ、こういった形でこう依存してますので、まあ、こう草山への改変がですね、またそう災害をまあ誘発するという、まあ、一方でそういう問題も抱えてたわけです。まあ、以上をですね、踏まえてですね、まあ、最後にですけども、まあ、資源とか環境の視点をですね、入れることのまあ利点なんですね。まあ、先ほどは繰り返しになりますけども、こう環境制約に対応した結果、まあ、金肥の利用が普及したというまあ理解ができるかなということです。まあ、実際ですね、商品作物導入というのは、まあ、近畿地方は当時はですね、京都や大阪という大都市も抱えてますので、もちろん農業経営を拡大や発展させる目的というのは当然あったと思います。ただですね、やっぱり今日お話しましたように環境の制約がですね、存在していたってことを考えると、その制約から金肥を導入して、まあ、栽培する作物も変化したんだって側面をですね、まあ、見ることもできるだろうということです。でこういったですね、環境制約の問題というのは今日お話した江戸時代だけじゃなくてですね、現在でもかなり数多く存在しますよね。で実際こういった温暖化の問題ですとか、まあ、資源の制約の問題というのは我々直面しています。でこういった環境と資源の問題とですね、経済発展というのは実はこういった相互に影響を受けていますし、決して対立するものじゃないと思います。まあ、今日お話しましたように、こう持続可能な形でですね、経済発展を実現するためにはですね、こうどのような環境制約がもうあるのかですよね。そういったものをちゃんと理解する、そしてそれを踏まえた上でどういうふうに今の生産ですよね、さまざまな生産のあり方を転換させていくのか、
ここでこう状況に合わせたですね、工夫とか施策が重要となってくるというふうに思います。まあ、こういったまあ事例を通してですね、まあ、歴史の事例をまあ通してですけども、まあ、我々は生きていくこう社会をですね、問題をですね、少しこう相対化してみていただければなというふうに思います。それではですね、今日のこれで模擬講義は終わりにいたします。ありがとうございます。